やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。そのうち陰謀論にはまりそう。陰謀論って何？俺陰謀論って何なんだろう。根拠のない推測を陰謀論っていうの？はい、はまりました一時期。高校生の時すっごいはまった。これ俺も何回も配信で話してるんだけど、スマホのアプリね、マって書いてある2ちゃんのまとめのアプリがあるのよ。マって書いてあるの本当に。でそれに東日本大震災の後だったのよ。だからそういう陰謀論みたいのがめちゃめちゃたくさんあって、その中に日本の富士山が噴火しますよみたいな、明日みたいな。高校生のピュアなゆうやは全部受け入れちゃったの本当に。あ、明日絶対これ富士山噴火するわ。母さん、明日富士山が噴火して東京が灰まみれになるらしいから、今すぐ避難用の用具を一回整理整頓して置かないといけないねっていうのを俺は一週間に一回母さんに送ってたの。東京湾近くの海流が大暴れしてみたいな。本当にもう100倍ぐらいのレベルのすごい黄砂が来るらしくて、レインコート買っとこうとか。で、イルミネーション、あ、オッケーって来るわけよ。すげえ流されてたわ。マジでピュアだったの時。そういう時期が3ヶ月ぐらいあって、それ以外なんか陰謀論みたいなのハマってないかもしれない。超有名なの何？超有名なの。あ、地球平面だってあれ陰謀論なの？ん？お前ら何なんだよ。ちょっと目が変になってきてない？なってきてねえよ。お前ら、わ、ほんとなすりつけんの好きだな、お前。あいつはほんと陰謀論にはまったとかさ、スピッてるスピッてる。言うな！なってねえよ、別に。知らねえっつってんの。ノストラマスダムス見るか？ノストラダムスの大巨言。モストラ、予言？予言ね。これがいいじゃん。わかりやすそう。ノストラダムスの予言。2022年は隕石が落下し、第三次世界大戦が勃発。なんか漫画調だぞ。これ言ってみよう。私の名前は稲垣幸三郎。わかりやすそう。やはり終焉の時は近いのだろうか。彼はこれまでにも数々の歴史的大事件を予言し的中させている。なるほど。近年で言うとトランプの当選やノートルダム大聖堂火災などを予言し、人類にとって大きな問題が起こる。トランプの当選とか当てられるもんなの？若者が死に、大統領に金髪が出てくるってだけじゃねえのかな。もし米中開戦となれば、それが第三次世界大戦に発展する可能性は極めて高い。逃げろ。そうなればアメリカの同盟国である日本にも中国やロシアから核ミサイルが飛んでくることになる。全面核戦争となれば放射能汚染で人類は大量に滅びるだろう。ダメだ、俺センスがね。ダメだ、マジセンスない。しかしこの予言にはまだ続きがある。その炎はやがて地上に振動を起こすだろう。流れ星だ、願い事しなきゃ。隕石となって地上に降ってこないよう今から願うしかないだろう。さて、3つ目の予言もやはり災害に関するものだ。これまでごく一部の支配層が独占し、僕らはこういうことが起きないように日々祈ることしかできないのが悔しいんだよな、きんに君。あべ、大人になっちまった。あっかん、あかん。全然思んなかったんだけど。なんかもうちょっとさ、人がこれはハマるわって思える何かの動画はないの？旧アノン。4、6、10、クリーンや。資格あるものよ。歓迎しよう。一発で答えを出すなんて。すごいよ、お姉ちゃんがい。トランプで Q のカードを出す。これはもう、我々の組織。旧アノンに参加するだけの素質があるということ。参加資格ガタガタすぎるやろ。今回の解説で茜にも旧アノンの素晴らしさを知ってもらうのだ。旧アノンな、なんとなく知っとるで、アメリカの過激でヤバい集団っていうイメージやな。ああ、茜は完全にやられちゃってるね。旧アノンっていうのはアメリカの極右が提唱している陰謀論と政治運動っていうのはウィキペディアが流したデマ。真実は闇の政府と戦う光の戦士たち。ウィキペディアを信用すると騙されてしまう。あかんなこれ。多分見てな、正しいんだろうな。いきなり白いタンクが出てきたんやけど。さあ、アカネも光の戦士の一員となってバイデンやレディーガガと戦うのだ。あ、終わった。光の戦士になる前に、積んだもんはまず定職に就くところから始めようや。積んだもんはネットで得た知識をうちに披露するときだけは本当に元気やな。ただな、いつまでもそうやって遊んでられるわけがないんやで。ずんこも最近投げ受けたで。別に僕たちがいるって。もうそろそろ真面目に働いてもええ頃なんやないか。
予言を次々と的中させ、ヨンちゃんの中心になった Q、 そして Q の書き込みを信じる名なしたちはいつしか Q アノンと呼ばれるようになったのだ。これが Q アノンの始まりってわけなんよな。 Q の予言は最初は具体的だったけど、だんだんとそのメッセージは曖昧になってきたのだ。具体的にすると外れるからやるね。そこでやったユーザーたち、Q アノンは Q の書き込みの意味や意図を勝手に推測し始めたのだ。この分析をする人たちはベーカーズと呼ばれていて、 Q アノンたちの憧れの的なのだ。この分析は8君という掲示板にある Q リサーチという板で今も活動中。まだやっとるんや。 Q が挙げたこの写真の投稿時間や映っている島の位置と大統領専用機の飛行経路と時間を調べて、 Q が大統領専用機に乗っていなきゃ撮れない写真と断定したりと、その操作能力はかなりハイレベルなのだ。へ、ベーカーズってなかなかすごいんやな。何を隠そう、僕もベーカーズの一員なのだ。今ベーカーズの価値急激に下がったわ。積んだもんはベーカーズとしてどんな分析したん？いいことを聞いてくれたのだ。来たか。僕はトランプ大統領と Q の間に深いつながりがあることの証明をしたのだ。へー、すごいやん。来たか。どんな分析なん？まずはこの写真を見るのだ。特になんてことのない普通の写真に見えるんやけど。ふふふ、これはメッセージが巧妙に隠されているからね。指先にご注目なのだ。おい、さすがに無理があるやん。やっぱりアホの集まりやないか。で、結局 Q の正体って誰なん？ちょっと待って、おもろすぎ。待って、最近の動画でかなりトップクラスに面白い。おい、アホくせえ。マジ。ちなみにこの親子は日本最大の匿名掲示板おチャンネルの管理人でもあるよ。あれ、ひろゆきやないの？ひろゆきは壮絶な運営権争いの末追い出されちゃったのだ。これはひろゆきが運営権争いに負けて泣いちゃったシーンだよ。鼻噛んでるだけやろ。残りのは現在、ちなみに QAJF 公式サイトではリムという項目から世界の真実を画像で知ることができるのだ。世界の真実も。あかん、これはこれはあかん。うさんくせえ。でなんでこのコンテンツ盛り上がってんだよ。でもあのテスラ館のインフルエンサー、ジョースターさんも参加しているから。何で持ち直せると思った？マイナス評価やぞ。そうなったら仕方ない。一緒にヤマト Q のデモの動画を見るから。あかん、これやめとこ。デモの動画見んのやめとこ。あく、危ない。すごいな、どえらい世界だね、マジで。やばいわ。あれ、ちょっと待てよ。学ラ力、学これは本当にしょうもない。いやでもなんかぽいこと言ったら人を犯しちゃう場合があるんだもんな。怖い、本当に怖い。てかこの動画が面白いわ。さっきのさ、あの画像もう一回見ていい？もう本当おもろい。ここ、これはメッセージが巧妙に隠されているからね。指先にご注目なのだ。おい、さすが。これクソ。プイーンじゃねえんだよ。あーばば、あーばば、あーか。ズンダモンと学ぶテスラカウントあるんだけど、これ有名？一時期クソ大だった。そうなの。俺のなんかコミュニティってかツイッターとかそういうのって本当に流れてこないんだな、そういうの。僕、テスラを買ったのだ。テスラってあのテスラか？そうなのだ。あのテスラなのだ。すごいな。あれ結構高かったやろ。やばい、アンジャッシュが起きてる。でもこれを買ってから魂のランクが上がった気がするのだ。魂のランク？まあ。というわけで今日は奇跡のアイテム、テスラ缶について解説していくのだ。噂だとこのような効能があるテスラ缶。あー、マジで。あかん！これがどこで流行ったの？これ日本で流行っちゃったもしかして。嘘だろ？嘘だよな。日本人嘘だよな。人類嘘だよな。ちなみにこれ1個いくらくらいなん？こちら250万円となっております。高っ。このよくわからん缶で中古車買えてまうやん。こんなん買えるやつほぼおらんやろ。効果は落ちるけど、テスラバイオヒーラーという廉価版もあるのだ。それはおいくらなんや？7万円。おい、下げすぎやろ。いや、よう考えたらこんなようわからん缶に7万も高いわ。ついに日本で。人類の夢、自然生命力の濃縮。おい、もうパワーワード出てきとるやん。なんやねん、自然生命力の濃縮って。人類の夢、常識なのだ。そうだったよ。おいおい、これが250万円の商品の説明か。ちょ、待って、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。ショップにも商品説明のページがあるのだ。なんや、ちゃんとあるやん。どれどれ。健康増進によって、心身の華やぎと軽さ、その結果、QOL が急上昇するかも。カモ！え、
終わり。いかがでしたか。それやめろ。これがその体験会の写真なのだ。待って待って、いる。JK どこ。しかも思ったよりでけえな。その体験談が。ちなみにこの缶ってどうやって使う。ベッドの下に置いて波動の力を全身で感じるの。開けるとかじゃねえの。これ開けちゃダメな。どういう原理で波動を出してるのか気になるんやな。ダメなのだ。出ると効果がガタ落ちして使い物にならなくなるのだ。これはひどい。でも中身は秘密というわけなんか。間違って落として効果がなくなったからと中身を開けてみた人がいたのだ。ほうほう、中には何が入っていたんや。こちらがその画像なのだ。これマジか。これマジなん。これ世の中マジなん。なんであれが広まれるの。てるマジで。しかもハートついてるし。え、1台 13.5 キロほどの重さがあるんだって。やっぱセメントじゃん。怖い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 って。何これ。メルカリのキーワード検索集団ストーカーでこれ出るようになってんの。集団ストーカーで調べるとこういうのが出てくる。電磁波対策、ペンダントネックレス。やっぱ集団ストーカーって入ってんだな。なんでなんだろう。この集団ストーカーガチ何なんだろう。まあでもね、俺の持論として、こういうのを買ってその人が幸せになれば俺はいいと思うんだよね。人に勧めないでほしい。幸せ指数が上がるんだったら俺はね、それはね、拒否しないしね。まあ、わからないけどいいんじゃない状態なんだよね。でもね、血眼になってそれをお勧めしてくるのやめてほしいんだよね。ラストあれを見よう。常識を疑え、ずんだもんと学ぶ地球平面説。101万再生。それでは今回は地球が平面であることを解説していくのだ。そもそも地球平面説とは何か。簡単に言うと、地球は球体ではなくて北極を中心とした円盤の形をした平面であるという説なのだ。地球言うとるやないか。フラットアーサーたちの主張を簡単にまとめると、はい、まず地球には自転がない、公転もない、重力もない、重力もない、なんなら宇宙もない、宇宙もなどなど。ああそうなんだ。打ち破る主張をしているのだ。打ち破りすぎやろ。地球平面説は事実だそうです。ということは火星や太陽も平面なんですか。前提がすでにおかしい質問ですが、なぜ地球は平面だと思うのですか。まず流体離脱で平面を確認しました。地球一周があるのは大変物で思い込んでるだけです。何これ。地球平面説の根拠その1だよ。絶対愛かやないか。まず重力についてだけど、こんなもの存在しないのはさすがにわかるよね。わからん。もし重力があるなら平面の地球は崩れて球体になっちゃうのだ。なるほど。だから平面説では重力を否定せなあかんわけやな。なるほどね。なら物が下に落ちるのはどういう理屈なんや。これに関しては主に2つの説があるのだ。1つ目は、すべてのものはみんな母なる大地に帰ろうとしているからという説なのだ。随分とファンタジーな説やな。科学的な解説はどこ行ったんや。それなら次はもっと科学的な説なのだ。それは、地球が常に上昇しているという説なのだ。地球がエレベーターみたいに上昇しているから僕たちは重さを感じるという。すげえ。でもなんでこの地球は上に上昇し続けるんや。それはもちろん、地球を含むすべてのものは母なる天に帰ろうとしているから。俺自体が、今回はこの地球に帰りたいだけやって。さあ、好きな説を選んでいいよ。なんやねん好きな説って。すごい、このチャンネルマジすごいな。愛を感じるな。ある程度その陰謀論みたいなのに興味がないと、あなたたちチャンネルにたどり着かないんじゃないか。やばい、俺のおすすめが大変なことになってる。すべての闇が集まるダークウェブ上の史上最大闇サイトなんか。やばい、俺の YouTube のおすすめが汚染された。最悪マジで。